毎日配信ありがとう、嬉しい、その言葉で頑張れます。でも楽しいからやってるんです、無理にやってるわけじゃないよ。アッキーさん、クマありがとうございます。席止まってはいないんだけど、でも歌ったり踊ったりしてるときはだいぶ止まります。でも MC とかがあれかな、たまに出ちゃう。ホワイトモカ私も飲めて、美味しいよね。ユキに教えてもらって初めて飲んだんですけど、マジで美味しくてびっくりした。あ、今日が初めてじゃないよ、あのユキに教えてもらって飲むようになりました、ホワイトモカ。それまではね、フラペチーノとかマンゴーのやつとかしか飲んだことなくて、ホワイトモカってまずさ、名前だけ聞いたらどんな味するのか分かんないじゃん、全然試したことなかったんだよね。センブロ立ち見行ったら水見正面で、え、そう、センブロの立ち見はめちゃくちゃおすすめポイントです。でもあそこにいて、あのこうやって私と一緒にこうやって振りで君が教えてくれたとかで楽しんでると、私がたまに間違えちゃうっていう、そこはポジションです。ホテイモカ、ホワイトモカ、あ、似てる。水見を目で追ってたわ、見るしか見えなかったってこと。座ってました、気づいたよ。ジュンクレよかった、ありがとう。今日ミンミンミンだったね、本当だ、ミンミンミンだった。写真撮れなかったんだよ今日、ミンミンミンで、そう、気境で撮れなかった今日。やる子は自己紹介、そう、遊びに行きたい人3人に選ばれました。私モテキ来たかもしれないわ、これ私モテキかな、これ嬉しいよ、すっごい、もう絶対行きたいと思います、みんなと行きたいなって思います。18期ちゃんとはね、本当に今日めっちゃ仲良くなった気がする。モテキです、輪投げチェキ取りました。昼夜1名ずつだったので、今日は2名の方とチェキ取れました。輪投げめっちゃ難しいんだよね、頑張ってくれてありがとう。めっちゃ近いですよ、チェキ取れるの。そう、めっちゃ近くで取れます、もう肩触れるんじゃないかぐらいの距離で取れるのでおすすめです。でも難しいからあれです、無理しないでって感じだけど、私は取れたら嬉しいですね。視界開けて運命感じましたね。抽選ビンゴのためにしてました。ああそうだったんだ。3回したけど2個までだった。2個か、そっか、並べなきゃいけないんだもんね、それが難しいよね、ビンゴしなきゃいけないっていうのが。真ん中入れちゃえばあと、いやそういうわけでもないよね、真ん中入れるのがむずいんだよね、まず。いやー、でもすごいいいチェキだったよ。レスの圧がすごかったよ、どう？やだ。楽しかったです、とても。めっちゃみずみって声もね聞こえて嬉しかった。今日のジュンクレは鳥肌が立ちました。え、今日最高だった。嬉しい、嬉しかったよ。おー、よかったよかった。ゆめみんがね、今日もね、守りたい欲爆発しました。ゆめみん守りたい欲が今日も爆発したし、あ、ケルビンさんありがとうございます。
カスミンはもうなんかマジで面白くてもう友達みたいな感じで話せるし、あのひなちゃんはめっちゃおどおどしてて可愛かったし、あずちゃんはもう天使です、あずちゃんは天使ですって感じで、もう18期研究生みんな可愛い。あずちゃんもすごい話しやすいんですよ、可愛いみんな。ゆめみんのおちょこ可愛かった、可愛かったね、一人で吐き落としてた、可愛かった。あ、じゅんさん、タワーありがとうございます。初めて見たキノコタワー、ありがとう。公演もありがとう、来てくれた。タワーありがとう、レタワー、キノコ、おいしそうなキノコありがとうございます。さえちゃんと一緒に出られる日、私がどっか別のポジション覚えないと出られないよね。18期生はみんなみずみんと仲良くなりたいと思ってる。ほんと嬉しい、仲良くなりたいね。うるちゃんありがとうございます。嬉しいとすぐハート作ろうとする、やばい、そうかもしれない。そうかも。みずみんと結構入ってたのかな。あのね、水色とピンクは結構あるなと思ったんですけど、水色とんピンんなんだ、なんかの誰かの色とめっちゃねよくね間違えちゃうんですよね私。メガネ似合うね、ビビった、今もメガネある、ちょっと今日目が痛くなりそうだったからメガネ持ってきてる、ガチメガネだけど、これをつけたら目がちっちゃくなるからあんまつけたくない。あちこちキョロキョロしてたからいるんだろうなって、うん、今日はねいつもはねどっちかにね、あ今日はこっちが多いとかあるんですけど、今日は全体的にいっぱいいて嬉しかったです。ソララの紫ピンクかな、かな、そうかも、ソララかな、めっちゃ間違えちゃってね。あ違ったってなる時がめっちゃある。まあでも私の色じゃない方にも全然送りますよ。アピールしますよ。いやそうゆきたんのもめっちゃもね混ざるんですよね。月曜日、あ、さとみなさんの生誕祭入るよ。緊張はします、緊張はしますよ、もちろん、でもすごい普段の公演とは違う感じで楽しいです。そうですね、サイリウム1本の場合の色はなんか前決めたよね。水色だったっけ、確か水色です。でも決めたけどなどっちだったっけ。水色だった気がする。でもどっちでもいい、嬉しいですよ。公園みずみ見れるの楽しみ、頑張ります。パンチョさん、クマありがとうございます。踊り思い出した、踊り自体は覚えてるんですけど立ち位置だね、立ち位置を思い出せばいいだけです。明日自主練したいと思います。里美奈さんとお話ししたことありますよ、もちろん昨日も話できました。よしひろさんありがとうございます。17期ペンライト使っていいのか悩んだ、あ使ってる方いらっしゃいました。
全然使って OK だよ。でもフラッシュがダメ。フラッシュっていうの、チカ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 ってやつがダメなんです。劇場でライトチカチカさせて、チカチカダメなんだよね。チカチカ以外、水色とピンクだったら OK だよどっちもあるからね。9月の生写真申し込みました。嬉しい。衣装かわいいよね、あの衣装。普通のより光の量は確かに少ないけど、少ないのかな、かもしれないけど、でもすぐわかる。普通のペンライトじゃなくて17のペンライトになってるからすぐわかります。めっちゃすぐ見つけられる。めちゃくちゃアイドルなんかじゃなかったら新曲が頭から離れないんですよね。みずみんの前髪の触覚強くて可愛い。今日ここでさ止めて、あもう取れちゃったんだけど、今日ここで止めてたからめっちゃ動きやすかった。こっちもねここで止めてて、あとここも止めてたんだけど取れちゃったんだけど、ここで止めると動かなくてさめっちゃ動きやすいの。よくこれ食べちゃうんだけど、全然食べることなくてめっちゃね動きやすかった。止めてます。最近はだって最近は耳かけ、両方耳かけするようにしてる。公演の時、公演の時は両耳かけの方が動きやすいんですよ。髪飾り外したとこ、そう取れちゃったのって投げたけど、ちょっ ともうちょっとねシュンっていけばよかったんだけど、ちょっと足りなかったんですけど、でもよかった。誰かがセリの中とかじゃなかったからよかった。高らかにガッツポーズ。じゃあそのまま1分間そのままでいてください。ツーショット撮りたいの、輪投げ頑張るしかね。輪投げ頑張って、みゆも撮りたいみゆも撮りたい、頑張って。敵はこんなね機械ね、あのなかなかないんですよね。こんな近い距離でチェキ撮れるなんて。私ね皆さんとの撮影会とかもっといっぱい増えたらいいなと思いました。みんなとこうやって隣で写真撮ったりするの好きですよ、私すごく。だからねリップじゃなくてチーク変えたのかと思ってた。チークも変えた、すごい。チークも変えたしリップも変えたし、まあ、眉毛は前と隣に行ってから変えてないけど、すごい。そうなの、声当たらなくては輪投げできないのね。確かに、だってあれだもんね、公園出ない人とかはできないから、本当に回数によるもんね。貴重な経験をさせていただきました。めっちゃ近かったよねすごく近かった。緊張しちゃった。期間限定なのかな、でも9月っていう風にしかまだ出てないから、もしかしたら9月だけかもしれないです。30回やってたのに全部外れたそれは悲しい悲しいね。いい県祭でさやるいい県祭だったら楽しそうじゃない。輪投げじゃなかったとしてもさ、あったら楽しそうだと思わない。いい県祭で良くないですか。いい県祭みんなと撮りたいよ。射的希望、え射的いいじゃん。ちょっと輪投げはパクリになっちゃうから射的いいじゃん。でも夏じゃないかもしれないけどね�夏も終わっちゃうから夏じゃないかもしれないけど、
射的、そうだ、そうじゃん、仕事柄射的め絶対当てれるやん何回でも取れちゃうじゃん、もうループじゃん、絶対ポーズめっちゃできそう仕事からできそう、できる人はいっぱいいるかもしれないね。肩抜きめっちゃやったことないんだよね。じゃあ、何がいいかな。水鉄砲、ここで水鉄砲使う？ここで水鉄砲、ミユはみんなと対決がしたい。水鉄砲、ストラックアウトって何？とか、あとさ、なんかスタンプラリーみたいな感じになってて、でスタンプどっかちょっとだけ何個か難しいところに置いてあるみたいなやつとかは楽しそうじゃない？見るだけ楽しそうって思うの。ボール投げるやつ、あれなんか1番 9番みたいなの書いてて、そこ投げてくやつか、いいね。それも確かにあり。いいね、楽しそう。いい検査早くやりたいな。でもめっちゃ遠ざかっちゃった。あと500人くらい出場さん必要だよ。皆さん今日初めて公園入った方とか、もし気になってくださっていたらいいな研究所入ってみてください。ぜひお願いします。他になんか意見祭でやってほしい企画とかありますか皆さん。じゃあお店は出せるとしてさ、なんかあるパフォーマンスだって。パフォーマンスもさあったよね。あるって言ってたよね確か。何がいいかな。みずみんの手料理ずっとそこにいなきゃいけなくなっちゃうみんな食べてくれるの。ソロの歌聞きたい。あー確かにカラオケとかもありか。17期の成長記録の展示会、あ写真とかってこと？いいね、いい学祭っぽいね。確か岩強いですとか胃薬持参でとか、そんな危険なもの売るわけないでしょミユに危険があるかもしれない。ミユに危険はあるかもしれないけど、皆さんに危険はないようにするので安心してください。ガミさんありがとうございます。あ今日芋餅食べました。美味しいよね美味しいよねの趣味ですね。いっぱい。知り合いの医者同伴させるわ。ねえ、なんでその使用してないわけ。すごい今自分のゾーンに入ってた、自分の世界に行ってた、ごめんなさい。でもすぐ戻ってこれた、よかった。気がついた気がつけました。
イズミンの得意料理は、イズミンの得意料理、スクランブルエッグとかめっちゃ上手に作れると思う。ダメかな、スクランブルエッグとかどう？みずみんの朝食セットとかでいいですか？卵焼きも作れる、卵焼きも上手だよ一応。私のスクランブルエッグはいろいろ具材を入れたいと思います。どう？楽しそうじゃない？楽しいスクランブルエッグをじゃあ考えとくね。ここはこれが入ってて、ここはこれが入っててみたいなやつにしよう。ロシアンルーレットじゃない、爆弾、爆弾スクランブルエッグ。目玉焼き、目玉焼きにはお醤油で呼びよ。普通違うけどね、歌変えちゃった、すいません。あれ合ってる、とんかつだよね、あれ。目玉焼きにはお醤油です。目玉焼きにケチャップって合うのかな。公園見れて幸せね、嬉しい。ハートの独占権、そうです。塩の人多いね。え、物足りないよ絶対。醤油が一番おいしい。醤油が、醤油なんですけど、私はあの目玉焼き作るじゃないですか。でちょっと半熟ぐらいが好きで、私でその半熟の目玉焼きにちょっとだけお箸で穴を開けるんですよ。その黄身のところだけに穴を開けて、そこにお醤油入れて、でまあ白身のところにもお醤油をかけるんですけど、この黄身の穴開けたところにお醤油を入れて、で黄身だけを残して白身だけを先に食べるんですよ。でその黄身、残った黄身を口の中にもう放り込むんです、その丸々一個。それが好き、その食べ方が一番美味しい、私の大好きな食べ方です。やってみてください。同じ？美味しいよね。黄身なの？黄身になっちゃうじゃん。黄身じゃないの？黄身？これも北海道か。試してみて。 DVD 欲しいよね。いや DVD ね、 DVD になれたら嬉しいんだけど、どうだろう、配信があったからどうだろう。なったらみーも嬉しいけどな。たくまさんありがとう、流れ星。わがままな流れ星、もうタイムてる間に、ちょっと歌いたくなっちゃった。ユニット曲やりたいのいっぱいあるんだよね。
やつ見なきゃ。可愛かったよね。あ、ジョイポングさん、タワーありがとう。読み方いつも合ってるのかな、いつもこうやって読んじゃってるけど、ウレタワー、キノコタワーありがとう。ちょっとキノコの種類違う。ありがとうございます。どっちも美味しそうだね。ちょっとあれに似てる、なめたけに似てて美味しそう。ありがとう。キノコありがとうございます。ウレタワー、青春タイヤードやってほしい。でもいつかまたできたらいいな。チュンクレのリカバー読み事でした。みんなそこ言ってくれる、ありがとうございます。出張公演はない。やりたいよね。でもまだどうだろう、いつかできたらいいなって思う。クマキノコとおうちキノコ、そういうことか。おうちキノコ、家、わかんない、家、家。ファンミもそろそろあるといいな。ファンミがそのいい検査だから、いい検査があるまでファンミもない気がするんです。ファンミの代わりのいい検査っていうか、ファンミ兼いい検査みたいな感じだから、あれ、いい検のことだよね。まずは多分だから、いい検査がないとなっていう感じですね。だからいい検査に向けて頑張りましょう。人数関係なくやってほしいところですか。ああ、確かにファンミは人数関係なくやってたか。確かに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 な。そうだね。あれ、人数関係なくやったっけ。あ、そっか、人数関係なくやってたか。お昼のマックはね、出てこない。マックフルーリーとナゲット食べました。お疲れ様、ありがとう。ファミ、夏はコンサートあったからなかったからね。また冬とかにできたらいいね。秋、ハロウィンとかもいいじゃん。ハロウィンにやりたいけど、まあ、あと1ヶ月しかないから無理か。北海道で公演できたらいいですね。ねえ、したいね。ね、クリスマスは去年やったからね。しかもクリスマスはあれあるからね、握手会もあるしね。もう握手会がね、近づいてきてるんです。早く握手会したいなと思って。10月もうそろそろってことはさ、武道館もそろそろってことじゃないですか。で、今回3日間あるじゃないですか。だからさ、早くリハ楽しみだなって。セトリとかすごい楽しみです。にぎ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 、効果音よ。楽しみだね、武道館。めっちゃ3日間、しかも出る番も増えるかな。でも前回の
春コンは1日だけだったからあれだったけど、今回3日間あるから多分前回よりも増えるとは思うんですよ。だからさ、楽しみだなって思います。みずみんめちゃくちゃ忙しいスケジュール10月。ほんと？ほんと？ほんと？でもそっか、リハとかが入ってきたりとか握手会があったりとかするね。確かに。そういえばさ、チームさんの千秋楽って10月ですよね。ことは新公演の練習とかも入ってくるってことかな。先輩方とか絶対。じゃあコンサートの練習しながら新公演もやるのかな。覚えたりとかするってことかな。何やるのかね。ねえ、私も全然何もわからない。楽しみ？不安？楽しみです私は。でも16人ってなったらさ、あれじゃないですか、あの今とはやっぱり全然違うじゃないですか。動線も多くなると思うし、あの立ち位置とかもね、めっちゃ踊り方とかも変わりそうだなって。今はすごいやっぱり8人しかいないからこう手を大きく広げて踊れたりとかするけど、16人ってなるとやっぱりそういう部分もちょっとどっちが前とか気を使っていかなきゃいけないから、今よりも難しくなりそうだなって思いますね。大変そうだし、きっと皆さんが当たる確率も減っちゃうじゃないですか。16人とかの一人一人のだから。そういっぱい今当たれるけど8人半分だから、それはもう入れなくなっちゃうのかなって思って、当選率一気に下がる。そうだよね。やっぱりそうだよね。そう、8人でもさ全然当たらないって方多いけど、今よりもってことですよ。みんなあのやまないでね。みんなやまないでね。泣いちゃった。泣かないでね、今でも当たらない方多いけど。ひからびちゃう。当てといて。そんなことできないよ。やりたいよ、みゆ。だってみゆ推しの方いっぱいいてほしいもん。だってそりゃ、はやぶささんありがとうございます。ちち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 ちありがとう。今日も外れました。最近当たらないよね。あ、でもこの前当たってたか。チチチチチチありがとう。でも私たちのさ、ただいま恋愛中公演の千秋楽が発表されてないってことはそのままなのかな。どうなの、あの、わかんない。まあ楽しみに待ってましょう。別だからね。確かにチームじゃないからか。どうなるんだろう。しかもユニットも1曲しか
ができないんですよ。16年になると。それがすごく寂しい。私はユニット2曲できるのすっごい嬉しかったから、ユニット1曲しかできないの。もしあれだよ、もし16年に私たちもなるってなったら曲しかできないじゃん。それすごく悲しくない？わかんないけど、どうなるか本当にわかんないけど、ねえ、ユニット2曲できるの嬉しかったんですよね。確かに8人公演なくなるとは言ってない。確かに言葉って難しいよね日本語ってすごい感じ方、感じ捉え方によってはあれがいろいろあるから、まあ発表があるまで待ちましょうね。一緒に中くらい続けてほしい。2曲なんだよな2曲なんだよな。でも私も どっちか選べって言われても絶対に選べない。どっちも好きだし、どっちも思い入れのすごくある曲だから、絶対に無理だから2曲やりたいよって感じだよねどっち無理決められないから、じゃあ投票で決めましょうどっちもやりたい。オノピーさんありがとうございます。みずみんがやってみたい公演、恋愛禁止条例です。錬金がやりたいです。とってもやりたい。錬金がとってもやりたい。ってずっと言ってる気がする私。マジでやりたい。ジュンクレと気境どちらの方でもできるようになったり。いや難しいっしょ。いやでも確かに、まあ、どっちもできるようにしておけばね、あれだよね、まあ、ユニットを覚えるのが一番私苦手なんですよね。その今までアンダーに出演させていただいた時とかに地起こしとかするじゃないですか。私ユニットの地起こしが一番苦手だなって思ってる。いつもユニットだけめっちゃよく間違えて覚えたりとか、覚えにくかったりとかして、人数が少なければ少ないほど逆に難しいんですよね。そうだからね、意外と難しいんですよユニットって。今の公演でユニットシャッフル、ああそれもいいですね。私ね、今の公演で別のユニットやるなら春が来るまで やりたいやりたいです。春が来るまでめっちゃ好きです。皆さん的には何が見たいですか。7時12分も見てみたい。確かに7時12分もいいね。7時12分誰と、誰と、めっちゃみんないいんだよな、悩んじゃう。フェイント見たい。フェイント絶対むずいよねフェイントいけるかな。なんか私の苦手な踊りタイプそうで怖い。フェイント腰使ったりとかそう、英語がもうね、英語がもうお経になっちゃうよ。どのユニットも似合う。嬉しい、めっちゃ褒め言葉ありがとうございます嬉しいです。ある意味みたいねえ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 7時12分って歌詞かわいいよね。歌詞かわいいよな本当にな。
マジで可愛いよな。衣装着てほしい。衣装可愛いよね。あれ着たよね。着たことあるよね。あの最初のチームメイトさんのキスバイエイトの舞台の時の前座で着てるはず。水色着ました確か。そう、多分一番初めの大舞台かな多分。そうそうそう、一番最初ので、あの出演したやつかな。うん、そうだね。ハート型ウイルスだった。だって劇場前座出演よりも前だもん。本当に初期の初期に来てます。写真もねあるよまだ出会ってなかった。でも多分ね、出会えてない方が多いと思う。本当に多いと思います。その時まだ出会ってないよっていう方多いと思う。17期生の名前知らずにお見送りされたのそうだでも私お見送りしてないな。何人かだけだよね。ほら、だってほんとに多分私の名前を知ってる方全然いないんじゃないかぐらいめっちゃ初期です。本当に初期。あ、Jポングさんありがとうございますお披露目してすぐとかじゃない多分。うん、多分それぐらいだと思います。愛ちゃんがね、先輩とあのハートの独占機やってました。そうそうそうたくまさんありがとうございます。みずみんはここにいる誰よりも大好きだよありがとう。うわあ、懐かしいな。5月19、20だって。ほら、めっちゃすぐだめっちゃすぐ。フェスとかよりも多分すぐでしょ。あ、でもあれか、あの福岡には行ったけどその後とかじゃないかな。子さん中の子さんやねって。ね、確かにね。でもいつ応援してくれても私は嬉しいです。今から応援してくれても本当に嬉しい。同じぐらいみんなのことが好きだし、みんなのことが大切ですよ。みつさんありがとうございます。ちち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 ちありがとう。だって関係ないもんね。いや、どうなんだろう、こんな言い方をするのはあれなのかもしれない。やめておこうねえ、私が嬉しいです。私を応援してくれてるっていう、それが嬉しいです。ハルピオンさん、そう、ハルピオンさんがその時にあの17期の楽屋に来てくださって、写真撮ろうって来てくださって可愛くて優しいってなりましたとか行けてなくてごめん。こうやってショールーム見てくれてるだけで私は嬉しいですよ。来られるようになった時に来てくれたら、私は別にどこにも行かないしね。まあ人生何があるか分かんないから、まあ、身に何かあるかもしれないし、
ね、それは分かんないけど、アイドルを続けてる限り私はいなくならないので来られる、行けるってなったら来てくれれば嬉しいです。そして見られる時にこうやってショールームとかを見てくれたら嬉しい。今日の公演パフォーマンス最高でした、ありがとうございます、嬉しい。今日お見送りとかでもね、よかったって言ってくれる人がめっちゃ多くて嬉しかったです。お話し会追加しました、あ、ありがとうございます。そう、お話し会、今握手会、オンラインお話し会と現地の握手会の券が今発売中なので、ぜひ気になってくださった方お願いしますお願いします。ぜひあの初めての握手会の最初の分とか、あとオンラインお話し会は結構サイン会が人気なので、ぜひサイン会とかも早くなくなっちゃうと思うので、サイン欲しいよって方はお早めにお願いします。すぐなくなっちゃうね、もう3個サイン会完売したのでありがとうございます。なのでぜひお早めにお願いします。動きが綺麗かな、星になってるけど、ありがとう現地行きます、嬉しい、待ってます、やったね。サイン文字いっぱいでおすすめ、おすすめ、めっちゃ裏にびっしり書くし、絵描いてって言われたら全然絵も描くのでおすすめです。サイン本当にいっぱい描きます、描きたいこといっぱいあるし、なんか皆さんからお手紙をもらったりとかそういうことはあるけど、私からこう皆さんに何か手紙みたいなこととかメッセージとかを書ける機会ってサイン会とかでしかないなって思うので、サイン会とかでいっぱい書けたらいいなってメッセージを思っていっぱい書いてます。ただね、次からフル部数になっちゃったから居残りができない可能性があってそうだからどうなるか分かんないんだけど、まだやってみないと。今まではさ、こう早めに来てとか、早めに来て名前と日付だけ書いてとかできてたけど、あと居残りしてやったりとかできてたけど、フル部数になったからできるかあれなんですけど、できる限り書きたいなって思うので、ぜひお願いします。みつさんありがとうございます。部数の増え方がやばい、え、そうなんだよね、そうなんですよ、休憩確かにほぼないかも、ありがたいですよ本当に、嬉しいね。でも私はそっちの方が嬉しいな、ずっとみんなと話していられる。時短で手形でも手形いいね、手形、手形はサインかいだからね、フルブスになったからには期待にも応えたいしって思います。でもやっぱり難しいよなって、なんかすごいめっちゃ考えちゃう、最近最近すごい考えるんですよね。私もさ、このままじゃダメだって思ってるからさ、どうしたらいいんだろう、今後私はどう、何をどう頑張ろうとかめっちゃ考えるんですけど、考えれば考えるほどね、分からなくなる。手相バレる、あ、ダメ、手相はダメ、バレちゃう。あ、でも左手じゃなくて右手ならいいんじゃない手相ダメ。てかね、あれ消えた
手相、私手相禁止なんですよ、ごめんなさい。手相禁止です。鑑定士委員長、え、結果教えてくれるならいいよ、結果教えてくれるならいいけど、結果も教えずに見えの鑑定だけするのやめて。いいんかいっていう。結果でも私めっちゃ手相さ、ここにねめっちゃ編み編みがあるのね。てか手相自体がめっちゃ多くて、めっちゃシュッシュなんですよ手相で。だからさ、なんか手相のシワが多い人ってなんか運がいいみたいなの聞いたことあって、いいんじゃないこれ。めっちゃシワシワなの、本当にシワシワなの、めっちゃ編み編み、なんかもうすごいよこれ、どこが手相なんだよ、全部がこれ手相なのかなっていうぐらいめっちゃあるのね。横にも縦にもあるよこれ。生き物なんかすごいすごいゾワってする、集合体恐怖症になるぐらいめっちゃ編み編みなの、本当に気持ち悪いよこれ、これ絶対見ない方がいい、みんな本当にゾワってするの。あみなくじ、あみなくじすごい複雑になるけど、こんなんだ。でも生命線がないんですよ私、あるのかもしれないんですけど生命線がないんだよね。生きてるよね、見えて見えて生きてるよね。アミアミの人、わかんない、煩悩、煩悩って何、あれ煩悩って言うの、煩悩ってなんか悪い意味じゃなかった、手相占いのランキングを意見でしたんです。うわ楽しそう、私占い大好き。占い大好きなんですよね、信じるか信じないかその時の結果によるけど、マジで占いとか本当にそういうこと、心理テストとかもめっちゃ好き。悪い欲のこと？悪い欲が多いの？まあでも分からなくもない。人間って欲深い生き物だからね。占い行きたいんだよね。めっちゃ当たる占いとかないかな、もし知ってたら教えてください。財運線なんかわかんない。なんかね、わかんない。もうどれが線なのかわかんないぐらいしようしようなんだよね。指紋なのこれ、指紋なのかな。わかんない。何でも当てはまってるって信じそうだけど、ああそれはあるかもしれない。あれ指紋って指だけか、でもなんか指紋みたいな線いっぱいあるよここに、指紋みたいなだねこれ、めっちゃ指紋に似てる線がいっぱいあります、なんか革中に指紋みたいなのいっぱいある。わかんない見えのって。なんてことを話してたらもう55分なんだ、早いわ。手のひらは正門って読むんだこれ、正門。でもね絶対ここのね
ここの網やみは絶対消耗じゃない気がする。本当に網やみなのね、ここ。ここの網やみよく、もし知ってる方いたら教えてください。ここの親指の真横、付け根の真横のシワシワシワっていうか、網やみ？これめっちゃ気になる。マジで気持ち悪いんだよね、これ。鎖みたいになってる？え、ここかな？これ鎖みたいになってるのかな？どう？ここ、上の線どうですか？鎖みたいになってる。枝みたいかな。見せていいの？あ、見せちゃった。ね、でも本当にいいや、もう生命線が本当にないんだよね。ないでしょ。これ血管ね、これ血管だからね。本当にね、ないんです、生命線が。みもしかしたら幽霊なのか。取った？それ公開しちゃダメだよ。それダメですよ。それで占いに行ってもちゃんとみえに結果教えてよ。本当にないのね。曲線の強さ、曲線すらないよみゆ。親指の付け根部分の使用、愛情深い。みゆ愛情深いらしいよ。みんな、うまうま、チュチュチュ、うま。チュチュチュ。ほら、愛情深い。みんなのこと大好き。多分、合ってる、これ。これ合ってるよ。愛情深いって。まあまあ。まあまあまあ。合ってる。愛情深い。やめて。みーの恋愛は分かんないで。え、まんま、みんな大好き、みんなに愛振りまいてます。はっ、ランキングは読まねばならぬ。軽い、みーがみんなのことどれだけ思ってるか知ってるでしょ。軽いとか言わないで。時間だよ。はーい。ライブランキング見ましょう。15位アニーちゃん、ありがとうございます。14位サトシックさん、ありがとうございます。13位グリンピーさん、ありがとうございます。12位ケルビンさん、ありがとうございます。11位アッキーさん、ありがとうございます。やばい、10位オノピーさん、ありがとうございます。9位パンチョさん、ありがとうございます。8位ウルちゃん、ありがとうございます。7位ミツさん、ありがとうございます。6位ハヤブサさん、ありがとうございます。5位ヨシヒロさん、ありがとうございます。4位タクマさん、ありがとうございます。3位ガミさん、ありがとうございます。2位ジュンさん、ありがとうございます。1位はジョイポングさん、ありがとうございました。タワー、ありがとうございました。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。公演もありがとうございました。握手会、オンラインお話会待ってます。では、はい。では皆さん、おやすみすみ、バイ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 、おやすみ。